Hazard 6. Sherry Birkin, National Security. Sherry Birkin, you were in Raccoon City. How do you know that? Claire. Wait, are you Chris? My sisters told me all about you. Chris, the man is a wanted insurgent. Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection of the U.S. government. He's no threat to the PSAA. Unless someone pays me to be. What did you just say? What? Nothing. HQ to Alpha Team. Reinforcements are unable to land due to anti-aircraft artillery. Take them out. Alpha Team, copy. What? We're picking up a large bogey on radar. It's heading right for you. こんにちは、ブルーコースです。本日もバイオハザード6をやっていきましょう。うん、ハンドガンとマグナムだけで、まあマグナムがあるからなんとかなるかもしれないけど、うん。ジェイク編の versus a woman をやっていこうと思います。ということで、ね、ちょっとね、一旦落ち着くまで質問を読むタイミングがなかなかなくてあれなんですが。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はい、その通り、傭兵やってる方が楽なんじゃないですか。だってこんな BOW、逆に BOW をね、使う側だもんね、どう考えてもね、うん、早速やっちまった。これでね、やられてね、体力回復してる方がいいんですけど、まあなんか助けてくれるな。これフィンマ高齢じゃね、あれ大丈夫、うん。で、まあ、それはいいとして、とりあえずオグロマンをどついて、で、そのシーンになってる間にやりたいと思います。これなんか毎回毎回なんか細工するたびに変わってるのが嫌だね、そのスキルセットっていうのはね。ちょっとそれがめんどくさいなと思いますけど、まあそれはいいや。はい、でここがちょっと落ち着いたから、あ、もうセットしてるね。 OK、 あっ、うー、じゃあパン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 、オッケー。じゃあここで倒れているのでシーンに入る隙をついて質問です。中学以来の友達と今度食事に行くことになりました。向こうがおしゃれなバーがあると言ってアテンドしてくれることになっているんですが、お酒があまり飲めません。せっかく予約をしてくれたので断るのも悪いかなと思っていますが、お酒を飲まなくてもいい楽しみ方を教えてください。まあ別にお酒無理して飲まなくてもいいんじゃないですか。バーだったとしても普通にノンアルコールカクテルとかが用意してくれると思うので、まあ、別にお酒ちょっと苦手だから一杯付き合うけどそれ以降はノンアルにするわくらいでいいんじゃないですか。僕全く飲めないんでね、その代わり食事だけはボリ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 食うみたいな感じで付き合ったりはしますけど、まあ、僕、うん、本当飲めないんですよ。汗だれデヒドっていうね、アルコールの分解酵素っていうのがないので、まあ、ビールをそれこそグラス半分ちょっと飲むくらいで一瞬で顔が真っ赤になるんですよ。だから缶ビール1本開けようもんならもう全身が真っ赤になる。もう本当に夏のビーチでお前日焼けしてきたのみたいなくらい真っ赤になるんで、まあ、多分そういう体質の方なんじゃないかなと思いますから、無理して飲む必要っていうのはないと思います。ただその代わり、まあ、トークで楽しませたりとか一緒に食事を楽しんだりとかっていう、お酒飲まなくてもまあなんかお付き合いができる、お付き合いっていうかまあ食事を楽しめるっていうね、何か考えておくのはいいのかもしれないですけどね。まあでもね、なんだろうな、わざわざおしゃれなバーってことは異性のお友達とかなんですかね。なんかそうだったとしたらちょっと羨ましいなと思うんですけど、まあでも中学校とか高校とかのなんか仲良かった子と行くとかってのはないからな、まあ、別にそんなのはないけど、なんか今回あっさりですね。なんか前回クリス編の時5、6回ぶち刺してようやく倒せたみたいなのがあったと思うんですけど、
まあいいや、無事くせくせ、はい、いけたんで、次の質問ね、やっていきたいと思います。はい、2年前に子供ができました。旦那の両親が来るたびに、おじいちゃんおばあちゃんところへ連れて帰っちゃうかなと言ってきます。冗談に聞こえず毎回不愉快な思いをします。こんなことを言う義両親にどう対応したらいいでしょうかっていうことですね。まあ、まず一番は、まあ、その旦那さんに相談することが大事じゃないかなと思いますよ。ストレスだっていうね、そのことでなんか嫌な思いするんだよねとか、ムカつくんだよねとか、ストレス感じるんだけどちょっとどうにかしてくれないって言えたらいいなと思うんですけど、まあ、おそらくそれが言えないからここにご質問をいただいてるんじゃないかなとは思うんですよね。だから、どうしたらいいかというと、まあ、もしお子さんが人見知りで、まあ、お子さん自身がご質問者さんであるお母さんにべったりしてて眺めてるだけっていうんだったら、まあ、人見知りが終わるまでちょっと会いに来るのは勘弁してくれっていうふうにそれ相応の理由を伝えたらいいんじゃないかなと思います。まあ、それでも来るのであれば、まあ、会わせないっていう条件を加えてもいいと思います。もうこれ以上そのしつこく会いに来るのであればもう会わせませんと、この子のストレスになって良くないので会わせたくないですっていうふうに言うと、まあ、普通の感性だとしたら、まあ、その相手がね向こうのご両親が普通の感性をお持ちの方なのであれば、あ、怒ってるっていうふうにそれで気づくはずなんで、それでも毎回来て同じようなことを言ってくる、おじいちゃんおばあちゃんとこに連れて帰っちゃおうかなとか、なんかおじいちゃんおばあちゃんとこにならないか、多分こういうの方だと言ってるかもしれないんですけど、向こうの両親が来るタイミングで、その今から行くわねみたいな感じのタイミングで急用ができたっつって出かけちゃっていいんじゃないかなと思って不在にしましょうということですね。多分おじいさんおばあさんが来てそういうことを言うのは多分旦那さんがいない時間帯、平日のねお昼間とか夕方とかに来てそういうなんかちょっと遊んでそういうことを言ってっていうのがあると思うので、であればすいません今からか買い物に出かけるのでとか公園に遊ばせに行くのでっていうので外になるんでちょっと勘弁してくださいというふうに断り文句っていうのを考えておくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、それで文句をくどくど言って来るようであれば、誰が原因でそういうことをしてるのかっていうのを強気に出てください。まあ、くどくどと嫌味を言ってこようが、なんか文句を言ってこようが、お子さん自身はあなたがお金を痛めて産んだ大切な存在なわけですから、一番近い存在であるお母さんと一緒にいてあげることっていうのがお子さんにとっては何よりなんですよ。うん、で確かにその義両親の方ともあなたとつながってなくてもそのお子さんはお孫さんとして血はつながってるかもしれないんですけど、まあ、都合のいい時に自分たちのその欲求を満たすためだけに来るような人にお子さんを会わせるなんてのはできませんという、まあ、断固とした態度を取られるのがいいのではないかなとは思いますけどね。まあ、仮にですけど僕の両親がもし自分の嫁に向かって、まあ、子供を通してそういうことを言うようなことがあれば、まあ、全然そんなことなくて仲良くやってくれてるからありがたいなと思うんですけど、万が一そういうことがあったとしたらもう二度と会わせないと。まあ、僕の両親はちょっと車走らせないといけないような結構遠い距離に、それこそ高速乗らないといけないような遠い距離にみんなそれぞれ住んでるんで、それぞれじゃないや僕の両親は住んでるんでもう二度と来ないからっていう風に突っ張れる覚悟ではいますけど、まあ、別にそんなことないんで覚悟中云々もないんですけどね。うん、まあ、逆に僕はその向こうの両親が近いところに住んでるんで、僕がその向こうのご両親にとって不快な存在にならないように気をつけなきゃいけないかなと思うんですけど、まあこういうのは今の時代やっぱりね向こうっていうか女性が強くていいな、強くあっていいなって思う時代なんでね、うん、ここやっぱりあなたが一番いいなと思う距離感で一緒に過ごしていらっしゃるっていうのがいいと思います。はい、ということで負けないでぜひ頑張ってください。ということで次のご質問に入っていこうと思います。子供がゲームをやめません。放っておけば永遠にやっているし、注意してもその場ではやめたふりをして目を離した隙にやっています。どうしたらやめさせることができるでしょうかということですね。はい、ありがとうございます。やめさせて何させたいですか、お子さんに。勉強ですか、読書ですか、運動ですか、何させたいかなんですよね。やめさせることによって、まあ、やめさせるというかお子さんにとってやめることによってですよ、次に何をするのかっていうことがきちんと本人の中で分かってないと、やっぱりもうゲーム楽しいし永遠にやってられるんでそれやめるわけないっていう話なんですよ。だからただやめなさい注意するだけだったら絶対やめないです。
だからお子さんに何か別のことをさせるのか、これやりたいって自主的に何か持ってこさせるようにするのかって、そういう対策を打っとかなきゃいけないというふうには思うんですね。だから勉強なのか、ご飯なのか、お風呂なのか、寝るなのかっていうふうに、まあ、次の行動を促した方がいいです。で、人間ってとは言いつつも、あの禁じられれば禁じられるほどもうなんかやりたくなっちゃう存在なんですよね。まあなんだろうな、具体的な例で浮かべばなんですけど、まあ皆さん自身も思い返してもらえたらなと思うんですけど、例えば子どもの頃にそのお父さんの部屋があって、そのあの部屋はあのお父さんの仕事場だから入っちゃダメだよって言われたら、なんかお母さんもお父さんもいない時にこっそり入ってしまって、なんか見てはいけない DVD を見てしまったとかねとか、まあ、これ食べたらダメだよって、あの子供にはまだ早いから食べたらダメだよって言ってね、なんか食べちゃってあのまずいみたいな。だからお酒なんかもあのこれは大人の飲み物だからって言って試してみたら苦すぎてブエーって吐いたりとかみたいなねことをやるんで、だから禁じられれば禁じられるほどって人ってやりたくなるし、まあ、人の目を盗んででもあのコソコソっとしちゃうものなんですよ、うん、だから あんまりやめなさいやめなさいって言ってしまうと逆効果で逆にやっちゃうようになっちゃうんですよね。だから人間って実はその自由に生きたい生き物なんですよ。なんか強制されると嫌になっちゃうわけなんですね。だからやめなさいって強制をされるとじゃあやってやるってなるんで、だから逆をつくんですよ、その心理っていうの。逆をつく、どういうことかっていうと、今日ゲームを3時間お子さんがやってましたとしましょうと、じゃあ明日も明後日も1週間後もずっと絶対何が何でも熱が出ようがしんどかろうがもう3時間ゲームをさせるようにしてみてください。はい。で、子供が仮に飽きたとかね、もう嫌だとか、もうゲームやりたくないって言っても、いやダメよって、あと2時間50分ゲームしなきゃダメよって言って、ゲームをやらせ続けてみてください。そしたら、1週間とか1ヶ月もしたら、もうゲーム機を触ることすら嫌になって、ゲームもう飽きたからやんないっていう状態になってくると思うので、でもうゲームやらなくていいのっていうふうにして、ゲームじゃない何かをさせるようにしてみたらいいかなと思います。でもし余裕があるんだったら、やっぱりね、お父さんお母さんとかと一緒に遊んだりとか何かをするっていうのは子供大好きなんですよ。だから外に出てね、一緒に公園で遊んだりとか、スポーツで汗一緒に流したりとか、まあちょっとジョギングに出てみたりとかっていうのをされてみてるかなと思うんですが、まあ、強制的にそういう状況が作れるようになるまでっていうのはゲームをずっとさせ続けてください。はい。でそれをさせ続けて、子供がギブアップってなるタイミングを見計らって、空いた時間に代わりに何をするのか、これをきちんと用意しておく必要があると思いますので、その間に何か代替策っていうのを考えて、ぜひですね実行に移してみてはいかがかなというふうに思います。はい。さて、ね、皆さん自身もなんか毎日なんか例えばですけどカレーを食べ続けてくださいっていうね、イチローさんじゃないんだから毎日カレー食い続けられるわけないじゃんと思うんですけど、まあそういう状況を作ってみたりとか、うん、と思うんで、さて、あ、でももう3つ目の放射砲を破壊してるね。危ない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 。 OK、 じゃあこいつを使ってダダ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 What to happen to me? え？何が起こったの？おえ？あ、お前か！なるほど、これクリス編の時もやられたね。トラックをぶち込まれてやられたわー。マジか。マジか。ちょっと油断してたわ。しまったしまった島倉千代子言うなアホ。はい、じゃあもうこれをねぶち抜いてる間にね、ちょっと次の質問を読んでいこうと思います。はい。この間元カレと飲みに行きましたが、その時私がトイレで席を外した際にお会計を済ませていました。しかも帰りは駅が反対方向なのに私の最寄り駅まで送ってくれて、改札を出るところまではなかったですが見送ってくれました。これは脈ありと思って、脈ありでよりを戻せると思いますか。まあ脈ありかなしかで言うと、まあ、あるからそれはしてるんだと思いますよ。うん。ただ正直あんまり期待しない方がいいとは思います。基本的にまあね、興味のない相手だったとしたら、その男女関わらずこうなんか無償で奉仕する、むしろなんか自分が損をしてまで奉仕するっていうのってまあないですからね。まあ、ただ
そもそも のごめんなさい、ね、失礼なこと言っちゃうかもしれないですけど、彼氏さんがなんかカッコつけたい人ですとかだったらまあ別かもしれないんですけどね、はい、ただ脈ありの意味っていうのをちょっと考えなきゃいけないんですよ。彼女とね、あなた自身に対して向けて、彼女としてお前と付き合えてんだよ、だから これだけ おごるし、あの駅まで送るよっていうのをしてるかっていうと、単にワンナイトラブ、体の関係だけを求めているってことも十分考えられるんですよ。まあちょっと下品で申し訳ないんですけど、うん、だそういうちょっとしたなんかいい空気、いい雰囲気を作って、ちょっとイチャイチャ、うキャッキャ、ウフフ、アハンハンみたいなのをしたいがゆえにやってる。まあもちろんそこのあなたの体操を守ってもらう必要があるんですが、まあ、そういうことを狙っているっていうこともなきにしもあらずなんで、そこは気をつけた方がいいと思います。だから都合のいい関係を作るために彼氏さんがそういう打算的な行動を取ってしまっているっていう可能性もありますので、そうじゃないかどうかっていう見極めはきちんとやって注意をされた方がいいです。で、まあ、こういうご質問されてるってことは、もしかしたらまあなんていうんだろうな、まあ、よりを戻したいっていうのはこのご質問者さん自身も思っているのかもしれないんですけれども、残念ながら基本的に別れたカップルっていうのはよりを戻してうまくいくっていうケースはまあありません。統計的にはないみたいですね。なんかまあ実験というか、まあそういうのをまあ追いかけた追跡調査みたいなのをやったケースっていうのがあるっぽいんですけど、うん、あ、残念、自分の手で始末することはできませんでしたね。うん、なんですよ。だから僕、まあ、とはいえ僕の一番の親友は一回別れたけどもう一回付き合ってしたなんていうのがあるんで、まあどうなのかなって。だからそういう特殊な例はあるんですけど、うん、まあ、基本的にはうまくいかないです。で、なんでかっていうと、結局別れたことがあるっていうのは結局お互いの何かが嫌で別れたことがあると思うんですよね、うん、例えばその生活感が合わないとか金銭感覚が合わないとか、相手の性格が気に入らないとか趣味が全然合わないとかって嫌なところが見えて別れてしまったと思うんですよ。で、よりを戻したとて、初めはまたラブラブになれたとしても、前以上にちょっとでも些細なことでちょっとあいつのこと嫌だなっていうのがあれば、もう生理的に無理みたいな状態になってしまいますんで、より相手のことを嫌いになる可能性が高いわけなんですよ。っていうことを考えたら、ね、これまではなんかその気にならなかった相手が着てくる服装とかすらももう嫌みたいな、こんな服着てるやつが隣歩いてるなんて私には耐えられないわってなってしまうと、もう付き合うどころじゃなくなってきますんで、はい、なので、まあ、あんまりよりを戻して仲良くいくっていうのはちょっと考えにくいので、まあ、そういうリスクがあることを承知で今後のお付き合いをどうするかっていうのを考えてみていただけたらなというふうに思います。はい、まあ、ちょっと身も蓋もないちょっと若干辛口な感じになってしまって恐縮なんですが、まあ、実態はそんなもんです。はい、ということでね、ちょっとムービーシーンではありますが、字幕を消さないように次の質問を読んでいきたいと思います。はい、次はですね、気になる女の子が一緒に買い物に出かけてくれることになりました。これってデートで相手も僕のことを気にしてくれてるってことですか？まあデートはデートですよね。1対1で男女で買い物行くんだったら、まあ、グループだったら別ですけど、まあ、別に1対1だったらデートって考えていいんじゃないですかね。うん、まあ、ただ一概に相手があなたのことを気にしてくれているかどうかっていうとそうじゃないです。まあ、もちろん男女の仲が良くなるきっかけの一つに、その2人きりで遊びに出かけたりとか買い物に出かけたりっていうのはあると思うので、まあ、そうなるために誘って OK したっていうのはあるかとは思うんですけど、まあでも別にね、うん、なんか脈のない相手だったとしても、まあこのデートをされる方がいくつの方なのか分かんないですけど、脈のない相手だったら暇だったら別に買い物くらいね、お互いフリーだったら別にいいよってなると思いますよ。うん、まあ、友達くらいにしか思ってない、要はなんだろうな、襲われるみたいなね、体操を奪われるみたいな相手じゃなかったとしたら行く場合なんていうのは十分あると思いますよ。まあ、僕なんかも自分の話して恐縮ですけど、彼女がいるにもかかわらず、なんだろう、他の子とユニバでデートしたこととかありますよ。まあ1対1なんでデートっちゃデートですけど、まあ、全然そんな雰囲気はなかったですけどね。まあ全然キュンキュンときめきもない
時間だったんですけど、やっぱそれを あえて釈明のために言っておくと、彼女の許可ありきですからね、今の嫁さんですけど、許可あったから行ったわけなんですけどね。なんでかっていうと、ユニバでホラーナイトはあるじゃないですか。で、嫁さんめちゃくちゃ嫌いなんですよ。何度かその付き合ってもらってハムラプトルとか一緒に入ったこととかもありますけど、基本的にはもう絶対行きたくないっていうタイプだったんで、もう今回は勘弁してくれと、友達かっこ女の子と行ってきてもいいから、もう来られないと私は行かないって言って送り出されたっていうのがあるんですよね。で、違う女の子と2人で、ユニバの行ったっていうのは2回くらいあったのかな、2回かな、うん、ありましたけどね、うん。で、その子自身は、その彼女じゃない一緒にいた友達自身はなんかホラー得意とかって言っときながら、一緒にお化け屋敷行ったらもうなんか発狂するくらい怖がったりとかしましたけどね。バックトゥザフューチャーがあった頃で、ジュオンで一緒に乗った時なんかもう俺の腕がちぎれるくらい握られたりとかしましたからね。うん、あれもなかなか怖いですけど、もう今もう多分ジュオンってないから言うけど、皆さんバックスフューチャー、今のミニオンのハチャメチャライドのところなんですけど、普通に呪音な、最初はなんだっけ、ドッグと一緒にビーフタネを追いかけてます。ところがなんか最後の方で急になんか呪音のその家に急に痛いわけですよね、行くんですよ。で、階段登って逃げてったら、最後カヤコに襲われて、急いで緊急脱出してくださいってやってたら、その廊下にカヤコが実際に現れる、そのカヤコ役を演じてる人が実際に現れるっていうのがね、あったんでね。やばい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 、半端ねえな、これ大丈夫かな、ミサイル危険だわって。てか普通ミサイルって一撃ぶち込まれた時点でヘリって墜落するもんなんじゃないの。すげえタフだよねこのヘリコプターね。ちょっと食って今のうちにじっとしてるよこの野郎ってね、うん、まあそんなことも言いつつ、そう他もうここ数年ハロウィンナイト行けてないんですけど、学生の頃は毎年行ってて、なんだっけな、一番面白かったのはなんだっけ、バックドラフトに出てくる貞子が面白くて、バックドラフトってその3列あるんですよね。演者が演じるところを見るために3列あって、で僕真ん中の列に並んで、で最後の方、3つステージがあって、その3つ目のステージのところで3列に分かれてて、で貞子がバッて出てくるシーンがあるんですけど、その貞子が出てきたタイミングで僕のちょっと左の方にいた人が、その本来は廊下を駆け抜けていって戻っていってっていう、そのステージ全部をこう駆け巡るっていう貞子の役が あるんですけど、残念ながらその僕の左の方にいたお兄さんが足を廊下に引っ掛けて通せんぼみたいな形を取ってたんですよ。なんかカッコつけて足伸ばしてみたいな、そのせいで貞子が行く道がなくなって、私どうしようみたいな、あたふたしてて、最終的に僕に膝蹴りをして去っていくみたいなことがあってか、そんな面白かったですけどね。あとハムナプトラなんかは嫁さんと後ろにいた中学生の女の子3人で僕のことを壁に押しまくってきて、僕のほっぺたが潰れるとかね、そんなことが。全然質問に答えてないですけど、脈ありかなしかで言ったら、これからあなたが脈を作っていってあげてくださいというのがすみません、雑で申し訳ないですけど、そんな感じの質問です。単なるエピソードトークになっちゃいましたね。はい、ということで、ちょっと死亡回数がエグすぎましたけど、無事チャプター1クリアすることができたので、本パートこの辺りで終了とさせていただきます。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。